さあでか、タイ語の、全体像をつかもうということで、今日はもう11回目のトピックになりますね。もうそろそろ終わりですよね。まあ、疑問文と答え方、まあ、その答え方っていうので、今日これ1回目にしておきます。ちょっと長くなりそうやったんで、そして疑問文、まあ、質問して、それに答えて、されて答えてっていうのがコミュニケーションの始まりなので、すごいここ大事ですよね。まあ、1回目としておいてですね、あとまあ2回目、3回目でまあこういったことやるかなと。シンプルに考えると、タイ語の疑問文、質問の形って3つしかないんです。たった3つしかないんですね。1つ目は、何々まいの質問で、これは答え繰り返すだけでいいんですよ。そしてまあ2つ目はまあ選ぶだけっていうね、 A または B どっちみたいな、そのパターン。そして3つ目はこれクエスチョンワード、まあ、疑問詞ですね。 5W1H とか、まあ、そういうことですよね。この3つのパターンですね。全部すごいシンプルです。本当にコツがあるので、ちょっと見ていきましょう。はい、今日は1回目なので、何々前ですね、前の質問ここですね。ここにまあ動詞とか形容詞、副詞っていうのを入れていくんですね。まあ、ここ、まあ、形容詞副詞って書いておいたんですが、タイ語は形容詞も副詞も一緒です。形容詞も副詞のように使えるし、副詞も形容詞のように使える、そういう意味ですね。なので本当はタイ語ではまとめて修飾詞とかって言うんですけど、ちょっとなんかよくね、あまり聞かない言葉なので、まあこういうふうに書いておきました。最初まあ動詞ですかね、これ by ですね、by かな、行く、バイマイ、行きますか、でいいですよね。次、ドゥ、これ見る。ドゥマイ、見ますか。はい、あとは、ペ、辛いとか、ダイ、できるとか、チャイ、まあその通りですね。よく耳にすると思いますよ。ダイマイ、できますか。チャイマイ、そうですよね。こんな感じでしょうか。確認の疑問文ですよね、これね。じゃあ、答え方を見ていきましょう。まあ、はいの場合、イエスの場合と、いいえ、ノーの場合に分けました。そして、タイ語は、はいに相当する言葉、ないです。いいえに相当する言葉、ないです。ですから、繰り返すんですよ。選ぶんですよ。ちょっと見ていきましょう。バイ、マイ、行きますか。はいの場合は、バイ、これだけでいいです。ドゥ、マイ、はいの場合は、do、これだけでいいです。あとはもう、点点点でいいですよね。じゃあ次、いいえの場合ですよね。いいえの場合は、否定の前ですね。これ否定の前ですね。何々じゃないとか、ないの部分ですよね。この否定の前を否定したい言葉の直前に置くっていうのがタイ語なので、見ていきましょうか。バイバイ。バイバイ。以上です。繰り返すだけですよね。Do my? My do. 見ないでしょうかね。ですので、ポイントは、質問された動詞とか形容詞とかを答えの中で繰り返すだけです。ね。次なんですけど、まあ、よく耳にするものとして、例えば、die とか、これできる、die my?よく耳にするしますよね。だからこれも die っていうのが、この pi とか do とか pe の位置にたまたま入ってるだけですので、もうパターンは一緒です。chai my も同じことが言えます。ただここ頻繁によく使うので、ちょっと下でも見ていきましょう。こういうことですね。kun pu pa sa tai die my?答え方は、大、または、マイ大になりますよね。大の場合は、まあ、できる。マイ大の場合は、まあ、できないでいいでしょうか。そして、この大、マイのところは、よく言葉、音が変わって、大目かとか、大目によく変わりますよね。その次は、こっちかな。マイダイ、これもよく変わりますよね。メダイ、メダイって、まあ、よく、耳にしたこともあるのかなって思います。
その次ですね、その次はチャイの方ですよね。くん、べん、こん、じん、チャイマイ。じんってこれ中国、こんは人なんで、こん、じんで中国人のことですよね。くん、べん、こん、じん、チャイマイ、ね、あなたは中国人ですよね。そんな感じの意味ですね。確認の疑問文です。イエスの場合はチャイ、ね、チャイマイって聞かれているのでチャイですよ。マイチャイ、ノーの場合はマイチャイになりますよね。チャイで聞かれているのでマイチャイです。この時もよく音が変わります。音便変化しますね。チャイメカ、チャイマイじゃなくてチャイメカ、チャイメには変わりますね。ノーの場合はマイチャイじゃなくてメチャイ、これも本当によく変わりますね。言葉はやっぱり音が大事なので、実際に使われている音、これでやっぱり捉えていった方が、上達早いし、耳に入ってきますよね。ですので、ダイメっていうところとメダイっていうところ、メチャイメっていうところとメチャイっていうところですね。ここもしっかり覚えておいてください。あと今日ですね、僕まあ全部クラップとかカとかっていうのをまあほとんど省いてしまったんですが、実際の会話ではクラップとかカーですね、これ入れるようにしてください。女性の場合は質問文ですね、質問文の時ですね、相手に何かしら働きかける時ですよね。例えば何々してくださいとか、あとはこう人をこう呼んでみたりとか、何かしら働きかける時っていうのは女性の場合はカー、これ成長上げてくださいね、カーカーですね、そこも忘れないようにしてください。そして最後ですね、こういうのもやっぱりちょっと自分の経験上触れておきたいんですよね。本当に教科書一辺倒のことをやっても、そんなん読んだら分かりますからね。例えばここですね、名詞の場合ですよね。これどういうことかっていうと、名詞の場合っていうのはこれ名詞文、名詞文の時なんですよ。これ動詞文、これ形容詞文とかそんな感じですね。名詞文の場合って文法では×なんですね。例えば「くん」「べん」「こん」「いい」「ぶん」「まい」ですよね。ここ名詞ですよね。それに「まい」をつけるっていうのはこれ文法上は良くないようなんですよ。ただただただですね。カジュアルな表現としてはこれね、やっぱり全然タイ人使ってるんですよね。ペンペンコンイープ前、うん、全然使ってると思いますよ僕。なのでカジュアルな表現としたら僕はもう OK ってしておきました。そして答え方はチャイマイチャイ、やっぱりこれですかね、うん、これでいいでしょうね。ただ文法的には名詞文ですね、この部分が名詞の時っていうのはチャイマイとか、あとはこの選ぶだけっていうね、これを使うのが正しい。なので書いた時ですね、書く時なんかはやっぱり文法通り書いた方がしっくりくるのかなっていうのはこれ正直あります。ただやっぱり言葉は音、実際使われている音っていうのも、すごい大事なので、触れておきました。あと言葉でずっとまあ変化し続けますからね、将来的、これからまあ10年後とか20年後とかにはこれも正式な文法として認められているかもしれないですよね。というところで今日は終わりましょう。それか、そうするか。